はい、皆さんこんにちは。今回の試乗動画はレクサスのフラッグシップ LC500 の最新年次改良版になります。 LC500 の S パッケージということで私も楽しみです。はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。車試乗好きリーマンチャンネルです。今回はレクサス LC500 の年次改良モデル S パッケージの高速試乗ということで、こちらの気持ちいいエンジンの車乗らせていただきました。このですね、 LC500 についてはレクサスの中でもやはり特別な存在感を持つモデルですよね。当然最上位に位置しながら自然吸気の5リッターエンジンを積んでいるということで、レクサスだけではなくて日本車としてもすごく貴重な車になっているんじゃないかなと思います。そのレクサス LC500 ですけれども、23年にですね、年次改良が施されて、最新モデルになったということで、早速その最新モデルを試乗してきたということになります。最初のですね、発表から期間は経っているんですけれども、内外装を含めて特別感失ってないですよね。ここら辺が LC の魅力なのかなとも思います。では早速試乗スタートしていきましょう。このエンジンスタートからですね、レクサスの演出が入って美しいですね。ではまず高速に向かって一般道を走っていきたいと思います。やっぱりですね、このいろんな車私乗らせてもらってますけれども、 LC のクラスぐらいになってくると普通の乗用車とは違うなというのが、もう内外装の見た目からオーラを感じるわけですけれども、こう乗ってみるとですね、やはりそこはレクサスらしく、まずは乗りやすい乗り心地かなと思います。ただ IS であったり他のセダンタイプの車に比べるとですね、やはり LC はかなり締まっている印象はありますね。なのでラグジュアリーを期待しすぎると、ちょっとこれスポーティーだなと思う感想が出てくるんじゃないかなと思いますが、当然 LC はですね、特に LC500 の S パッケージはもうスポーツカーと思っていいので、スポーツカーだと思って乗った時には、あれスポーツカーなのに結構乗り心地がいいなということで、最初のどのような感覚で入るかによって、この LC500 の乗り心地はですね、評価がまず変わるかなというのが私の感想です。そしてスポーツカーとして見た時に乗り心地はいいかなと思いますね。このように一般道をノーマルモードで走行しているときは、 LC500 の V 型8気筒エンジンはですね、至って穏やかですね。このようにエンジン音はかなり静かに抑えられていると思います。ここら辺はまだまだ本領を隠しているというか、これから発揮するぞという感じが伺えますね。この LC500 に搭載されているエンジンは高回転型なので、回せば回すほど気持ちいいということで、レッドゾーン付近まで回した時の吹け上がりといったら、もう快感と言っていいんじゃないかなと思いますが、こういったところはですね、一般道と高速で使い分けができそうだなと思います。そしてちょっと料金所ダッシュ行きましょうか。やばい、すごい、もう仕事のストレス吹き飛びますね。この 4000rpm を超えて5000、6000と上がってきた時の吹き上がり、やばいですね、これ最高です。あ、ちょっと今合流入らせていただいて、すごい、いや、もう今一瞬でしたけれども、もう最高だなというか、この試乗この後楽しみだなと思いますね。いや素晴らしいな。そしてやっぱりモード変更してくると音入ってきますね。非常にこの気持ちいい V8 のサウンドが、ここら辺はもうこれだけで乗る価値があるというか、所有できるなら所有したいなと思える車じゃないですかね。そして今高速をですね、巡航速度約80キロ超えで走っていますけれども、モードはスポーツプラスになってくると、今のようにですね、
段差で少し突き上げはきますね。まあ、ここら辺はやはり足が締まっているからかなと思いますけれども、 LC を乗る場合にはこの衝撃はあると思った方がいいと思いますね。今コーナー、緩やかなコーナー入ってきますけれども、もう剛性感もかなり高い、全然びくともしないなという感じですね。非常に安定してます。当然車高もすごく低いので、まあ、地面を張ってるイメージですね。今だいたい3000回転ちょっと上ですけど、伸ばして4000、そしてさらに上がっていくとこの音がやばい、これは最高ですね。あーでもやっぱり硬いですね。あーなるほど、まあ、スポーツカーとして引き締まってるかなと思いますけど、やはり硬いですね。今ちょっと料金所というかサービスエリア来て、もう一回エンジン音がこのイグニッションオンした時のガウンっていうのいいですよね。参考までに乗り心地の比較例で言うと BMW の M340i とか、そういったパフォーマンスモデルに比べるとこっちのが硬いと思いますね。そしてスペック見ましょうか。この LC500 の S パッケージは先ほどお伝えしている通り V 型8気筒自然吸気で、最高出力が477馬力そして540ニュートン発揮ということで、素晴らしいスペックを誇ってますよね。そしてエンジン回転数が 7100rpm ということで、まあ最高だなと思いますけれども、何よりですね、このスペックからでは感じ取れないこの官能的なサウンド、これがやはり一番の魅力じゃないかなと思います。ここからまたちょっと回していきたいと思いますが、ここですね、はあ、最高、素晴らしい。いやーもうこれはですね、本当に今しか乗れないんじゃないですかね。めちゃくちゃ価値あると思いました。私もですね LC500 の限定車エッジ応募したんですけどね、もう普通に外れたんですよね。できれば頑張ってでも買いたかったなと思う車ですけれども、こちらのですね年次改良した LC500 についても各パーツの剛性が上がっていたりとか、セッティングが見直されていたりとかなり改良されていますし、モニターがですねタッチ式になっていたりと、まあ、使いやすさも向上しているので、限定車ではなくてもですねこちら選ばれるのは全然ありだなと思いますね。そしてやはりこのエンジン音はもうどの車にも変えられないというのがあると思います。今はですねこのトヨタ、まあ、レクサスはこの自然吸気 V 型8気筒を IS500 と RC とそして LC に積んでるわけですけれども、これがですねこのエンジン選べるうちにやはり乗っておくべきだなと思えるのは、まあ、間違いなくあるなと思いますね。なので今後ですね今 EV シフトがヨーロッパ中心に見直され出していて、ハイブリッドそしてエンジンの開発がまた再加速しそうな気はしてますけれども、大排気量の自然吸気エンジンそして多気筒というのはですねやはりですね絶滅していく運命にはあると思いますので、乗れる今だからこそ乗っておくべき車だなと思いました。いやー素晴らしいと言いながらちょっと渋滞してきましたね。ちょっと今運転支援も試していますけれども、この年次改良モデルからですね、まあ、ハンドルアシストも有効化されて、まあ、最新の状態になったと思います。まあ、ここら辺のユーティリティというか、まあ、便利性の高さもですね、まあ、いいですよね。とここでん？おお。うわすごい、ちょっとこれブレーキ泣きですね。
噂には聞いていましたけれども LC500 とかで、まあ、出るらしいというブレーキ泣きちょっと撮影することができていますが、あーなるほどこれですね、結構まさかこの試乗の時に当たるとは、どういうふうな時に再現されるのかがちょっと難しいですけれども、結構走った後低速になってブレーキを踏み込むような時にちょっと鳴ってる感じですね。やはりですね、あのエンジンの音を楽しむような車でやっぱり音って気になりますよね。そういった時に気持ちいいサウンドではなくてこのブレーキ鳴きのちょっと嫌な音が響いてくると、音を気にしてるだけあって余計にちょっと気になっちゃいますね、このブレーキ音。あーなるほど、おそらくですねブレーキパッドを変えたり、まあ、出る答えと出ない答えがあるのかなと思いますけど、ちょっとこういったのも収録できて貴重な機会だったなと思います。そして今走ってきた後の燃費は 5.1kl ということで、まあ良くないですよねまあ燃費を気にして乗る車ではないということですけれども、そして LC500S パッケージはですね、こちらスペック表こちらになっておりまして、こちらの試乗車は全部込みで1,550,800円ということになっておりました。まあプレミアムな車ですしね、あとは存在価値もあるということで、まあこちらの値段ということですね。今乗れる方は本当に幸せな車だなと思いました。今回もですねご視聴いただきましてありがとうございます。 LC500 素晴らしい車ですね。それでは皆さんも良いカーライフを。